はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ドドキスマイフットツーライブツアー 2018You and Me エクストラヤミートこれはねもとはその君を大好きだというシングル CD なんですけれどもここの特典 DVD にそのライブの映像がほぼまるまる入ってるということでですね、えー、これ本当は70億分の2という千賀君と二階堂君の歌声を聞くがために手に入れたものなんですけどせっかくこうね、えー、手にしましたので。 頭からライブを見ていって勝手に解説をしてしまおうという動画今日で3本目でございますけれども、えー、早速今日もねいってみたいと思います。もうね前回の「ピック・イット・アップ」ねその読み方がもうカタカナで申し訳ないんですけどそれが今終わったところで、えー、ライブの映像が止まっておりますのでその続きからいってみたいと思います。次はアイイスクリームナイト。そしてその次「AAO」A o、じゃないですかね。ここまで2曲 予定ではいくつもております。どういうふうになるか分かりませんがそれでは、えー、初見なのでねこの先どうなるか全く分かっておりませんけれども再生してみたいと思います再生ポコンイヤホンどこいった私の片っぽイヤホンあったったった北山くん少々はどうだーいかっこいい言い方あったまってかい <laughs> 最後まで俺たちついてこられた優しい声かけだねイェーイ あみんなすごい振ってるよ乱よ。宮田くんがこうねない千賀くんもかっこいい顔ですね横尾くんアイスクリームナインマリダアイスクリームアイスクリームナインもっともっと濃いときた山くんがアイスクリームナイ池富士ヶ谷とさ池富士ヶ谷って言ったように聞こえたけど間違ってたらすみませんねわっ横尾くんも踊りがすごいよこれは

あるステージのところに一人一人近づいていって「バニラアイスクリームアイスクリームないバニラアイスクリームアイスクリームないバニラアイスクリームアイスクリームない,ムムないたまちゃん調子はどうですか?」と千賀くんから「と盛り上がってるに決まってるでしょうが?」と <laughs>「みんなはどうですか?とおまか」と「あ千賀くんもっとかい!」とすごいすごい。 今「たまちゃん」って言った千賀君の声めちゃくちゃ通りよかったねお宮田君も踊りキレキレですすごいもうお客さんすごいよあああああ千賀君乗ってきましたよもう一回さあ横尾君も踊りながらすごいね足のさばきがすごいねやっぱりダンスがすごいわさあそうでもうこう千賀君盛り上げゾーンなのねこれ北山君すごい裸けてぐるぐる回ってますよ いい感じと千賀君がさあそして続きの曲は「a a え A.A.O. えいい手を突き出して太陽のエナジーもらって」「えい o い今行くぞって声に心なくして」「A.A.O. なるほど「A.A.O. とそういうことか「玉森です」と優しい声「盛り上がってますか?」と <laughs> 優しい。OK。せーの。ゆータって言ったのかな玉森裕ーくんですね。キスマイの二階堂でーす。ブサイクの二階堂でーす。すごいお客さん。きャ楽しくにしててくれましたかーと。OK。千賀くん。どうも、千賀健人でーす。今日は僕たちの音楽で。 最高に踊って歌って騒ぎましょういいね The Idol ですね OK321、OK、Let's go さあ北山くん北山くんの声いいねマイク乗りがいいね

声に心隠そうよ。えいえいを手を取り合ってやります。えにもね。えいえいおうとえにも。えいえいも。えいえいもが出てきました。今度、千賀くん。本当にね、アイドル顔してますよ、千賀くん。北山くん。わ、いいね。じゃあ、お藤川くん、ちょっとラップっぽいよ。やるすぎてやるすぎるまで完全燃焼。ラブリッさあ、玉森くん。ってか、ゴ ラップになると結構低音かっこいいね。ガール先生はまとめて顔を出そう。さあ宮田君。はい、横尾君と一緒にーっと。さあ千賀君も来たよ。いい音だ。おお。さあすまない時はない。来たよ。よくいいね。やるわけ。エブリーカムオンスイスイッチ。うわ。泣き出して。何を手がついたなって。何を手がつけたって。 みんなをこうねギュッとするような戦が今ねあのローラースケートで動いてます結構スピード速いねこれさあ横尾君、うん、2>, 2回で来る、えー,、えーえー、おーどうもこんにちは北山宏光でーすきゃあみんな どういう準備ができてるかな？つ、つ、ど、なんかちょっと聞き取れなかったな、残念ながら。宮田くん、年くんだよー。<laughs> みんな今日はお姫様抱っこしてやるから、全員俺に惚れちまえー。<laughs> 綺麗な口角。横尾くんです。横渡るでーす。俺の美声が聞きたいかえ。おすごいね、盛り上がれ 本当に美声 <laughs> 本当に美声です。お辞儀してましたけど。さあ、たいすけです。だって、楽しんでるかいもう、ザ・アイドル。またまたと。ここ、ね、本物がいるんですからね、ファンのみんな。そら、わーってなりますよ。わすごい会場、お客さんだらけ。だだだだだはい。ちょっとね、もう続きがもう始まってるんですけど。 AAO 今日もこう2曲「アイスクリームナイトと A」と「AAO」でちょっともう止めにくいけど止めますよ止めないところもうずっと行ってしまいますからねここがだから AAO の、えー、曲の中で、まあ、みんなの、ね、メンバー紹介が少しずつ入るっいいろんなグループによってこれあるんですねまあその同じグループでもライブによってねいろいろあると思いますけどなえか私のね全体的な印象すごくね優しいです。 キスマイフットの皆さんの,あのお客さんに対するファンの方に対する掛け声の仕方というか、えー、その心持ちっていうのかな、うん、だか別にそれがあの強い方がいいとかね優しいからいいとかって悪いとかってそういうことじゃなくてなんかそのやっぱ優しい感じがしますすごく。 うん、で、えー、今の「AAO でですね、まあ、いろんな人がこう歌ってましたけど私一個途中でも言いましたけど玉森くんがラップっぽいのを言うときに結構低音の響きでこうリズムを取っていきましたけどなんかどっちかというとこうね普段喋ってる子は優しい明るめの声のイメージだったのでこれまたまた後ほどねいろんなラップとか低音が玉森くん出てくるのかもしれないけどちょっと楽しみな感じになんか聞こえましたね今。 うん、でやっぱり北山君のね何て言うんでしょうね歌い回し音程の取り方、えーまあ、語尾の切り方とかあとまあ動きも含めてやっぱまあなんか、まあ、いろいろ今日言いましたけど「ザ・アイドル」って言いましたけどおのおのそうなんですけどまあ同々のアイドルの動きっていうのかな北山君。うん、で千賀君の,あのアイドルっぽいのなんかシャキンとしたねあのかっこよさで見せる「ザ・アイドル」みたいな。 で最後の子をね自分の紹介してた「太一助」って言った藤ヶ谷君はちょっとこう可愛さで見せるみたいなやっぱ7人お々、ね、そのキャラクターも今何曲も見させていただくうちにだいぶ見えてきた感じもしてる今日この頃でございますけれどもはい,いやーまあでも本当にねいいですねやっぱ聞き始めるとどんどん見入ってしまいますけれども今日も。 えまあ心苦しいですけどもここで無理やり2曲で止めましてですねまた次回につなげていきたいと思いますので皆さんもしよろしかったら明日もご視聴いただければと思いますということで今回はこんな感じでえ最後まで皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございました。